フェリックス・ゲーリー・グレイは、アメリカ合衆国のミュージックビデオ監督、映画監督、映画プロデューサー、俳優である。アイスキューブの、イットワズ、エーグッドデー、ドクター・ドレイと、アイスキューブの、ナチュラル・ボーン・キラーズ、ドクター・ドレイの、キープ・ザ・ヘッツリンギン、TLC の、ウォーター・ホールズ、アウトキャストの、ミズ・ジャクソンなど、数々のミュージックビデオの監督を務め、高い評価を受け、 賞を受賞している。グレーは、コメディ映画、フライデーで、長編映画の監督としてデビューした。その後、映画、セット IT オフ、交渉人、ミニミニ大作戦、BE クール、BE クール、完全なる報復、ストレートアウト・コンプトンを監督している。また、ワイルド・スピード・フランチャイズの、第8弾、ワイルド・スピード・アイス・ブレイクを監督し、この作品は、 歴代19位の工業収入を記録している。グレーはニューヨークで生まれ、主に南ロサンゼルスで育った。1989年に風刺コメディ映画、メジャーリーグにクレジットなしで出演し、キャリアをスタートさせた。その3年後には、アイスキューブのイットワズ、A Good Day のミュージックビデオを監督した。このビデオは歌詞を文字通り映像化したものである。彼はその後、 アイスキューブをはじめ、サイプレスヒル、アウトキャスト、ドクタードレイ、クイーン・ラティファなどのアーティストのビデオを監督することになる。26歳の時、グレイはラッパーでプロデューサーのアイスキューブとクリス・タッカーが共演した都市型コメディフライデーを初めて監督した。次に、ジェイダ・ピンケットとクイーン・ラティファが出演した映画セット・アイティー・オフを監督した。 その後、ケビン・スペーシーとサミュエル・エル・ジャクソンが共演した交渉人を監督し、グレーは1998年のアカプルコ映画祭で最優秀作品賞と最優秀監督賞を受賞した。2003年には、シャーリーズ・セロンとマーク・ウォールバーグ主演のアクションスリラー映画、ミニミニ大作戦を監督した。国内興行収入が1億ドルを突破したこの作品で、 グレイは2004年ブラックアメリカンフィルムフェスティバルで最優秀監督賞を受賞した。次の作品は、ビン・ディーゼル主演のアクションスリラー、ブルドッグで、その後、エルモア・レナードの同名小説を映画化した、ビー、cool! cool! ・クール、ビー・クールを監督した。ジョントラ・ボルタ主演のこの作品は、批評家には酷評されたものの、全世界で9500万ドル以上の興行収入を記録した。 その後、ジェイミー・フォックスとジェラルド・バトラーが出演し、カート・ウィマーが脚本を担当したスリラー映画、完全なる報復を監督した。この映画は、全世界で1億ドル以上の興行収入を記録した。グレーは、ブラック・ハリウッド・エデュケーションリソースセンターから、ザイバン・ディクソン・アワード・オブ・アチーブメントを受賞し、 ブラックエンタープライズ誌の50ベストブライテストアフリカンアメリカンズアンダー &40 の一人に選ばれた。また、アフリカンアメリカンフィルムクリティックスアソシエーションから2004年特別功労賞を受賞し、同年にはアーティストエンパワーメントコーエディションからアーティストエンパワーメント賞を受賞している。また、2010年にはパンアフリカンフィルムアーツフェスティバルから パイオニアディレクター賞を受賞している。グレーはヒップホップグループ NWA の電気映画である2015年のドラマストレートアウタ・コンプトンを監督し、2017年にはワイルド・スピードフランチャイズの第8作目となるワイルド・スピード・アイス・ブレイクを監督した。公開と同時に両作品は黒人監督の作品による最高のオープニング講習記録を樹立し、 ワイルドスピードアイスブレイクはアフリカ系アメリカ人が監督した初の全世界興行収入10億ドルを超える作品となった。2019年4月、グレーがビデオゲームフランチャイズセインツローの映画化を監督することが明らかになり、脚本はグレックルッソが担当することになった。ありがとうございます。